ロッキーマウンテン兵器工場、ロッキーマウンテン兵器工場、ロッキーマウンテンへ行き工場、A、ロッキーマウンテンアーセナル、略、RMA とは、コロラド州デンバー市北部にあった、米国の科学兵器製造センターである。用地は20世紀を通して、米国陸軍によって管理され、閉鎖まで地元の居住者の間で、環境汚染に関する論争の的だった。 1942年にアメリカ陸軍は第二次世界大戦中に武器を製造するための施設都市19,915エーカー8 0 5 9トル、の土地を取得した。さらにステープルトン空港の拡張に伴い、主にドイツ人捕虜のための捕虜収容キャンプがいくつか設営されたが、後にデンバー市へ移された。 ロッキー・マウンテン兵器工場で製造される武器は、ナパーム、サリン、VX ガスなど大量の軍用化学兵器であり、アメリカ最大の化学兵器貯蔵施設でもあった。これらの兵器の製造は1969年まで続いた。その後、1985年まで全米の化学兵器を廃棄するための設備として使用された。これらの活動と並行して、 軍は1946年から1982年までの間、農薬、化学肥料、石油製品の生産のために、ロッキーマウンテン兵器工場の施設を民間企業に貸した。主な利用者は、シェル石油、モービル石油、ジュリアスハイマン社、コロラドフュエルアイアン社などで、1952年から1982年に、ロッキーマウンテン兵器工場で製造を行っていた。 カイオス池、バシン F ウェイストパイルは、1956年にアメリカ陸軍によって作成された、すり鉢状の廃液処理施設である。軍と施設を利用する民間企業から出る廃液の処分に利用された。盆地の内側は、厚さ約3、8インチのアスファルトで覆った上に12インチの保護土で覆われていた。最大貯蓄量は2億4、300万ガロンにもなった。 水が自然蒸発するにつれて有毒成分が濃縮され周囲に異臭を放つようになり周囲の民家にまで悪臭が漂うようになり環境が悪化していった。軍は地元住民に空気清浄剤を配布した。コロラド州健康管理部と毒性物質登録管理局などが調査を行い悪臭の原因となる化学物質を特定して重大な健康被害がないことを宣言した。 汚水池の廃液処分のために1961年に深さ12,045フィート3671メートルにもなる汚水処理用の井戸を掘り56万8,000アロンの水を注入し地下水汚染などの影響がないことを確認したその後廃液処理のために作られた汚水池の廃液を圧力注入し2,150メートルの深さまで 排液で埋まった。排液は地下2000メートル以下の地盤へ注入され、排液が地下水に達する可能性はごくわずかである、言われている。1962年の春頃から排液の注入作業を行っている間、1ヶ月に数十回から多い時で60回以上も地震が発生した。軍は地震と 排液注入の因果関係は認めなかったが、1966年2月に井戸の使用を禁止した。この地震は、デンバー地震と呼ばれ地質学的にも因果関係が研究されている。井戸は排液を注入したまま20年余りも放置された後、1985年に穴を巻いて永久に封印された。1998年12月に処理の完了が宣言された。 排液処理の総経費は約4、500万ドルであった。ロッキーマウンテン兵器工場で生産された大量のサリンは一度も使用されることなく、ロッキーマウンテン兵器工場の倉庫から出荷されることもないまま廃棄処分されサリンを分解した排液は大深度地下へと注入された。VX ガスに至っては分解が困難であることもあって、 砲弾に充填された状態のまま老朽貨物船に積み込んで船ごと沈めて海洋島を切れた。結局のところ、ここで生産された兵器の大半は未使用のまま廃棄処分され、工場そのものも廃棄処分となった。後に残ったものは膨大な化学兵器の生産による廃液でロッキー山脈を汚染す結果となり、2011年完了予定で回復計画が進行中である。 2004年4月に約4927エーカー、1 9 9 4トル、の土地は、ユスフダブリュスに移管された。2004年6月に、敷地の南西の片隅917エーカー、3 7 1トル、がコマース市に売却された。2006年10月に約7200エーカー、2 9トル、の土地がユスフダブリュスへ移管された。そして、 12,500エーカー、5 1トルが野生動物保護地区を作るために使われる。残っている約11,080エーカー、4 4 8 4トルの環境回復は進行中で2011年に完了の予定である。1986年、汚染浄化の実験中に白桃和紙や他の絶滅危惧種が発見され、その後の調査で 約330種の生物の生息地となっていることが判明した。1992年9月25日に同地を生物保護区に指定する決定がなされ、ジョージ HW ブッシュによる10月9日の署名を経て正式に保護区となった。約6 5トルの保護区は合衆国魚類野生生物局が中心となって管理している。2007年から モンタナ州のナショナルバイソンレンジからアメリカバイソンを2015年からクロアシーたち1987年にパーク群、ミーティートス郊外にて再発見されたモデンバー動物園の協力によって再導入している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。